イーハトーブオーシアンファームは、北海道白尾井郡白尾井町に所在する、日本で最初に創設された元競争場及び乗馬を対象とする養老牧場。乗馬クラブとしても運営されている。八島牧場時代の多い1958年、北海道浦川町に創設されたオーシアンファームを前身とする。創設者の大井秋子はユートピア牧場創設者、大井森尾の娘で、 1940年代後半より八島牧場長として、ボストニャン、白漁、白地からなどを生産し、裏川の除血とも呼ばれていた。創設以降、競争場生産牧場として運営されていたが、1970年代より問題となり始めた馬の供給過剰の影響を受け、オーシアンファームの生産場も処分の検討を余儀なくされた。こうした状況の中、 王位は馬の余生というものがあっても良いのではないかとの考えに至り、1984年オーシアンファームは競争馬生産から引退競争馬、乗馬を受け入れる養老牧場へ転換した。オータムハンディキャップの優勝馬トパーズを共同所有していたアメリカ人馬主、グラシアニ夫人がかつて王位に対して日本人はなぜ馬を残さないのと漏らしていたことも、 このような考えを抱く原因となった。つなぎよ第一号馬は、グラシアニ夫人の所有馬、トパーズ無用であった。この出来事が、新聞に取り上げられると、記事を読んだメジログループ総帥、北野宮が強い関心を示し、メジロ菩薩、メジロ三万といった著名馬をオーシアンファームへ予託した。1988年、牧場を、登別市に移し、ブレーメンの丘オーシアンファームと、 解消、この頃取材が行われたテレビ朝日の特集番組が大きな反響を呼び、活動に興味を抱いた政治家の羽田つとむが牧場に来訪、牧場敷地の狭さを目の当たりにした羽田の協力により白尾町に敵地を見出し、1991年に再移転。牧場名に宮沢賢治の造語で理想郷を意味するイーハトーブを加え、イーハトーブオーシアンファームとなった。 2004年、大井明子が死去。以降も有志によって運営が続けられていたが、2017年4月末日をもって馬部門は閉鎖となった。存命は過去のつなぎようありがとうございます。